はい、それでは25の10の1回目の練習を取っていきます。今日もいつもと同じようにちょっと手が冷たいので、ゆっくり始めますね。で続いていって、で、まあ、後半の方ではどんどん畳みかけるようなアクセントが処理は、ジョゼフ・ルビーン の、 録音素晴らしいですね。その瞬間の和音よりもそこから移動していく、全体を見て決めた方がいいと思うので、次も、531が弾きやすいと思いますが、521とかにしておいた方が、あとあとまあうまくいくと思いますね。あと、オクターブの弾き方なんですけど、その手の中の支えとか腕のバランスとかいろいろありますが、まず
単純にオクターブ単体の時には肩からで練習をした方がいいですね。肩からといっても肩よりも手前を止めるわけではなくて、まあ、全体があってこそなんですけど、肩からの動き、肘からの動き、手首からの動き、指の動き、それぞれ、まあ、うまく組み合わせて使うわけなんですが、ちょっと意識的に大きいところから細部へというふうにした方が、楽に、弾く方法にたどり着きやすいですね。確か、書いていましたけれども、ゴドフスキー版の、ショパンエチュードの3度のところに重音の練習方法がいろいろ載ってるんですけれども、それをまあオクターブに適用することも、可能だというような話ですね。そうすると、指だけでとか、そういうことが出てくるかなと思います。5小節目、6小節目とスラーの単位は同じことになってますね。アクセントも。違うのは、まあ、内線の長さです。だということも意識しておくといいですね。で、まあ、普通これが上が単三度なので、まあ、読んで弾くことが多いですけれども、これはその後にこういうふうに弾くので、まあ、ここは3を選びますね。かっていう話はまあよく出てきますけれども、基本的にはペダルを使うので、まあ、残しておければ残せばいいし、そうではない時はうまく振る舞うということになると思いますが、ハードに聞こえるように
ちょっと分かりにくいですけど、これジャマン6ですね。ちょっと引き分けをしたいところなんですが、飛ぶし分かれるんですけど、右手のスラはまだまだ続くんですよね。強く押さえるかというとそうではないので、
が弾きやすいかもしれないですね。近く境目で弾きますが、必要に応じて、前後弾きますね。
Thank you.
1回目はこの辺りにしておきます。次回中間部からやっていきます。